おはようございます。ジェブラサチャンネルのあるちゃんです。今日は6月The truth is a damn hard pill to swallow.
Everyone's mine. Your hope.
というわけで、今日は腕肩のトレーニングをしました。痛い、久しぶりにやったからめっちゃ痛い、はあ、腕はね、相変わらずブルンブルンしてますんでこの辺はね、多分もう筋トレとかじゃなくてご飯のね、ちゃんと食事制限して体重まず落とさなって感じなんですけど、ああすごいな。でも筋肉の量が上がるっていうのは脂肪の燃焼も促進、代謝が上がるっていうことでね、いいっていうことなので頑張りますよ、こんだけデブくてもね。
相変わらずね、喉がガラガラしてます。で、気づいたんですよ。多分これ私風邪じゃなくて、なんかね、バイクで外乗り回してた時に、その後にめっちゃ喉イガイガして痒くなるから、多分ね、なんかこうアレルギーのもしかしたら一つかもしれないです。今の私時期イネ科のアレルギーとか持ってるんで、多分そういうのなと思ってます。なんか風邪じゃないからね、あの全然心配しないでください。ただガラガラしてるだけなんで。はい、というわけで今日はね、ここまでしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは。